雪村、来い、勝負だ。お前の勝ちだ、雪村。兄上、勝てるでしょうか。もちろんだ。私たちには親方様がついている。さて、始めようかね。時は戦国乱世。日の本各地で大名が覇を競いし時代、甲斐の虎武田信玄は越後の竜上杉謙信とたびたび激突。互いに力量を認め宿敵と呼び合う二人は信濃の領有権をめぐって激しくしのぎを削っていた。両者北信濃の川中島で三度戦うも決着はつかず、こたびの戦が四度目の対陣となった。謙信は南方の西条山に、信玄は東の海津城に布陣。両雄は動かず膠着状態が続く。やがて信玄が動いた。真田信行、雪村の若き兄弟はその大きな背中に熱き視線を送っていた。武田の将、川中島の戦い。この戦、ひつつき先行で行く。別動隊は上杉本隊のいる西条山へ。謙信を八幡原へ突き出せ。本隊は海津城より八幡原へ速やかに移動。疲れた上杉本隊を待ち伏せ。西条山への道塞がれておる。中央砦を守る敵を退けて門を開けよ。開門。
超人戦。大事長は川中島の重要です。上杉に奪われたらおしまいだね。雪村のことくれぐれも、あいつは時々無茶をする。でも信行様、時々はご自身の心配もなさってください。つい雪村にばかり目が行く。弟もいつまでたっても弟なんだ。周辺に兵を伏せておった。城の西側がら空きになっちゃった。門を壊したと同時に軍勢を送り込む。この畳みかける攻めが謙信公の神髄からだ。しまった、謙信公の身が危ない。なんか敵の様子がおかしかったわ。上杉本体へ突撃だ。開門。来たね。あれは剣士だ。キツツキ戦法を破れ、全部武田本体に突撃せよ。なんと剣士に裏をかかれたか。兄上、我が本体は封刃すらできず。いません、私が食い止めるゆえ、その間に大佐と我こそは信玄が弟信重なり。剣心の首もらい受ける。剣心の猛攻を正面で受け止めよ。その間に妻女山別動隊は二手に分かれ下山。本隊と別動隊の二隊で上杉軍を三方向から包囲殲滅する。ここは誰も通さぬ。かわいい剣心さん、ここは当選簿ですよ。申し上げます、信重様、討ち死に。剣心公の奇襲を受けて武田本体は大混乱だ。本体に合流してくれてもらう。開門。わしより先に生きよって。まだの一さ、ご覧あれ。
さ。これにあり。
雪村、これにあり。信繁は勝利のためにわしのためにまっすぐ散りおった。まったく最後までよくできた弟だったよ。親方様、悲しくはございませんか？悲しんでる暇はないよ。一刻も早く王道をなさねば。どうした？戦が終わったばかりだってのに、もう鍛錬ですか？風に当たりたいのだ。火照った体を冷ましたい。戦場に立つと体が熱くなる。熱に浮かされたように。雪村様、熱くなりすぎなんですって。護衛するのも楽じゃないっていうか。疲れたのなら先に休むといい。そういうわけには。なんだって雪村様の忍びですから、おそばにいるのがお仕事です。そうか、頼みにしている。